動してきました。まあ、10人すいません、皆さんこんばんは。こんばんは、すいません、ちょっとあのイヤホンをさしてしまいまして、僕の携帯がバグってしまいました。申し訳ございません。あ、皆さんこんばんは、ありがとうございます。51人の方入っていただいてありがとうございます。ちょっとガヤガヤちょっと音が聞こえたら申し訳ないんですけども、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっともうちょっと、もし見てもらう人が増えたら、ありがたいので、少しお待ちいただけたらありがたいと思います。あ、すごい、もう120人の方が見ていただいております。こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます、皆さんありがとうございます。待つのは得意、ソーサーさん、ありがとうございます。チリ0511さん、今日は仕事できなかったけど、そうです、また次回何かね、イベントもいろいろ企画させていただいたらと思っております。いや、皆さんありがとうございます。あ、すごい、もうちょっとで200名ですね。いや、ありがたいですね。ちょっと皆さんお待ちくださいね、申し訳ないんですけども、はい、こんばんは皆さん、ありがとうございます。土曜日の皆さん、休日、お忙しいお時間に僕の配信を見ていただいてありがとうございますいや、もう今日ね、行けなかった方、またぜひね、いろいろ企画しておりますので。わー、すごい、もう230人いや、今日イベント来ていただいた方は結構コメントしていただいておりますね。ありがとうございます。じゃあそろそろ始めていきますかねはい、3分経過しましたので、すみません皆さん、こんばんは、改めて滝野でございます。今日ですね、イベントの方にまず、参加していただいた方、ありがとうございました。だいぶ、待たせてしまった方、順番だったんで待っていただいて、ね、申し訳なかったんですけども、すごい楽しい、イベントになりましたし、皆さんとお会いすることができて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。またですね、先ほども言いましたけども、全国、いろんなところで皆様と触れ合えるイベントを開催させていただきたいと思いますので、また今後とも、よろしくお願いいたします。そうですね、で YouTube をね、チャンネル滝の要チャンネルを開設しまして、まあ、10月4日に、クビになってから、開設してからもう1ヶ月以上、経ちました。皆様が、見ていただいて、本当に毎日毎日、まあ、毎日温かいコメント、メッセージいただきまして、頑張って続けられております。皆様本当に応援してくださるファンの方、いつもありがとうございます。はい、本当にありがたいですね。で、今日とかね、ファンの方と直接お会いすることができると、より一層こう温かい言葉をかけていただいて励みにもなりますし、またこれからいろいろ頑張っていきたいなという気持ちに今日はなりました。はい、でちょっとコメントをいっぱいいただいてるんですけども、まずですね、今日ここはどこなんだというふうでなんですけど、まあ、今日はあの岐阜の、ね、大垣の方でイベントさせていただきまして、そのままですね、帰りにもお腹が空いたので、
チーム滝の要の、メンバーと、今日は居酒屋に来ております。はい、個室でですね、岐阜市内、岐阜駅、付近ですね、お店の方の許可も、取らせていただいて、YouTube ライブしていいよというふうに許可もいただいておりますのでご安心ください。はい、でこれライフジャケットですね、皆様、ライフジャケットです。はい、これ皆様見ていただいた YouTube 釣りの、前編後編、YouTube 上げたんですけども、見ていただいた方、はご存知だと思いますが、滝野はライフジャケットつけるのを忘れておりまして、とんでもないご迷惑をおかけしてしまいました。本当に大変申し訳ございません。いや、ちょっと言い訳になってしまうかもしれないんですけども、船酔いして、船酔いする前にですね、滝野君ライフジャケットとか、まあ、ちょっとうっすら綺麗なんですけども、もう船酔いに負けて 寝ちゃってですね、その後本当に、忘れてしまって、でそのまま気づいたら、動画撮り終わった後にライフジャケットのことを、こう気づくような形になってしまいまして、初心者にもかかわらず、ライフジャケットをつけずにですね、釣りをしてしまったんで、本当に反省しております。ですので反省の意味を込めまして、滝野はライフジャケットを今常片身離さずライフジャケットの方を着用しております。はい、そうですね、今日イベントの方でも、このライフジャケットを着ながらイベントの方、肌身隠さずですね。はい、すいません山田さん、はい、語彙力ですね、私の語彙力のなさが、はい、出ました。まだ着てるんです、ね、そうなんです、これも肌身離さずですか。はい、そんな感じで、反省をしております。はい、反省を生かしているから、いやそういう感じでね、受け取っていただいて僕は本当にありがたいですよ。本当に命のライフジャケット、本当に今僕もサメに食われるところでした、正直。いやまあね、船からね落ちた人は 今までただ一人いないというふうには聞いておりましたんで、ね、まあ自分自身もねちょっとこう油断しておりましたんですけども、なかなか揺れてましたんで、見てもらった方は多分結構おい大丈夫かと、落ちるんちゃうかと、心配に、なられた方もおられたと思いますんで、無事生還しまして、私は陸に生還しまして、このライフジャケットをつけることができました。ありがとうございます。はい、そうですね、釣りの動画見たよーんっておされの純さん、見ていただいておりますが、いや皆さん今日はありがとうございます。はい、いただいておるんですけども、まあ、僕自身ですね、釣りの動画はですね、まあ、今までの動画の中でも別に作ってるわけじゃなくて本気で釣りに挑みまして、でまあ撮れた感じが、まあ、編集とかもありますけども、いい感じでの動画になってるんじゃないかなと、まあ思ってるところでございます。なんで皆さん、ちょっと釣りの動画はですね全然伸びておりませんので、拡散していただければ僕は喜びます。はい、そうなんですよね、だからちょっともうちょっと見てほしいですね。はい、もうまあ仕方ないですけどね、やっぱりもう1ヶ月経ちましたんで、もうね、こうどんどんこうあるじゃないですか。なんででももうちょっとこう見て面白いなって思ってくださった方、ツイッターとかで拡散の方よろしくお願いします。はい、今日登録者はちょっと増えていただいて嬉しいです、本当に。はい、ちょっと今、まあ、今日ですね、今まだ居酒屋さんの方で、帰り、まあ今日の打ち上げということでチーム滝の方も、まあ、その食事してるんですけども、まあ、ちょっと時間的にも30分ぐらいの短いライブになってしまうんですけども、まずちょっと今まだもう9時13分ですね、ちょっと僕がごたごたやってる間にもう10分経過してしまいました。はい、
なんでまずちょっと今動画の方が伸びないというふうな部分でですね、ちょっとこう皆様のご意見をちょっとお聞きしたいなと今日はまず思いまして、募集はまたその後にちょっと話してるんですけども喉やばいっすよね、ちょっと喋りすぎてちょっとカレッカレっす、はい、ちょっとまあ動画のね再生数の方が伸び悩んでおりまして、でやっぱりファンの皆様、まあ、滝の要のことを応援してくださる皆様、どういう動画がしたらいいかっていうのと、まあ、そこら辺をちょっと皆様にお聞きしたいというふうで、ちょっとコメントの方に、まあ書いていただきたいですね、お願いします。あ、ちょっと飲み物すいません、チェリーズ05さんありがとうございます。ちょっとレモンサワー飲んでるんですけど、ちょっといただきます。はい、ちょっと皆様これをやったら個人的に見たいなと思うような、動画の内容を教えていただきたいです。はい、いらっしゃいませ言ってますけど、あんまり気にしないでくださいね。はい、いらっしゃいませ言ってます。はい、声飛びますね。皆さんありがとうございます。あ、カニダンスは伸びるんです。今やらないと飽きられる、間違いないですね。ちょっと温めすぎましたね、はい、バッティング、野球やっているところ、はいはいはい、やっぱ野球選手とコラボとか、まあ、バッティングセンター、歌、カニダンス、ドラゴンズとコラボ、戦力外になった人たちとコラボ、それはちょっとシュールすぎるんで無理ですね、はい、僕ぐらいですからね、こんななんかふざけてんの。本当にもぐもぐタイム、猫と戯れてる滝野、いいですね。滝野要の歌を作る絶対いらないでしょそれ、はいはい、いやはい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 、ちょっとね横の人がね声が大きいんで申し訳ないですけどやっぱ野球っすか、野球系と猫ちゃんと、やっぱ野球ってやっぱね、そうですよね、まあこれ僕のことを見ていただいている方は野球がお好きな方がほとんど、もうね 99% ぐらいだと思いますんで、 100% か 100% あ、絡みキッチンいいですね。なんでまあそういうのをやっぱり参考にさせていただきたいと思います。はい、やっぱ野球ですね、野球が一番多いですね、一日の過ごし方、はい、やっぱ野球が多いですね。グルメ、野球、猫、グルメ、食べるの、まあその3つぐらいですね、やっぱりメインはですね。はい、ちょっと野球に外れるところばっかりして申し訳ございません。はい、これからちょっと野球の方もちょくちょく入れていきます。で、まあ自分の中でもいろいろ考えてたんですよね。でもなんか正直、まあもう僕一人だけでしかこう YouTube に出てこないじゃないですか、滝の一人だけしか。だからまあちょっとそろそろ皆さん、僕一人だけで動画に出てくるのちょっと飽きましたよね、正直っていうところに、ね、たどり着いたんですよね、自分の中で。はい、どうですか、なんか毎回まあなんかグループとかやったら、まあいろんな方が出てくるとか、いろいろこう掛け合いとかあるじゃないですか、何人とかがいたら。だから僕一人で永遠に画面に出てくるんで、ちょっとこうむさ苦しいかなと、はい、思いまして、はい、ちょっと自分の中で、アナゴさん釣りは絶対見ない、そんなこと言わずに3日見てくださいよアナゴさん。いや多分僕の中で一番ね、おすすめなんですよ今釣りの動画は。
そんなこと言わないでください。あ、でも飽きないって言ってる方、くださる方めちゃくちゃ優しいですね。飽きてないです、一人でもいいよ、めっちゃ優しいじゃないですか。あ、逆にコラボばっかりは悲しいです。あ、飽きたって言うとまだ一人もいないですよ、はい、皆さん飽きたって言ってくれると思ったんですけど、なんかみんな優しい人多すぎて、なんか飽きてないですって言ってくれ、言ってくださる方めっちゃ嬉しいですね。いやー、むさ苦しくはない。本当ですか。すいません、本当に、まあ、好きなことやったらいいよ。あ、そうですね、ありがとうございます。自信持ってありがとうございます。そうですね。でもまあちょっと、まあ一つの、まあこれから、まあ、滝野も、まあ、まあメインは一人で、まあ、やっていくんですけど、一つの、まあね、変化じゃないですけど、まあ、挑戦したいことが一個ありまして、それを今日発表させていただきたいと思います。皆さんよろしいでしょうか。はい、飽きたらここにいないです。拓郎さんありがとうございます。こんなむさ苦しい男を見ていただいてありがとうございます。あ、深夜さんありがとうございます。滝野くんメインで。あ、本当ですか。あ、でもまあとりあえずね、いきます。知らん人出るよりいい。マジっすか。僕が考えてたことをなんかめちゃめちゃなんか発表したらどうなんですかね。まあ一応いきます。じゃあいきます。はい、募集って書いてあります。はい、はい、皆様募集と、募集と、はい、何の募集だと、はい、いきます。募集の内容はね、まあとりあえずですね、滝野が皆様、すごい温かいコメントをいただきまして、優しいので、もう一人でやったらいいやんと言ってくださる方多かったんですけども、まあ僕が目指しているのはですね、 YouTube、皆様と一緒に作り上げる YouTube、 作り上げるというか参加していただいて、YouTube を盛り上げていけたらなというふうに思っております。それでですね、僕と一緒にこの YouTube に出てくれる方、出てくださる、出演してくださる方を募集をします。はい、固定とかじゃなくてですね、年齢、性別、問いません。はい、場所も、全国どこでも大丈夫でございます。はい、でその固定とかじゃなくて、まあ、例えば、まあ、地域だったら僕結構いろいろいろんなとこ行ってるじゃないですか、全国で。だからまあその関東だったら関東、関西だったら関西、中国地方、九州ね、東北とか、まあ、いろいろ、まあ、あると思うんですけども、そこで、まあ、僕も一人でずっと喋ってるんで、もうね、まあ、それ以外の部分もちょっと見せれたらなと、まあ、話の掛け合いで面白いこととか、なんか楽しいこととかもやっぱあるじゃないですか。なんで、まあ、そういうご協力いただける方が、おられましたら、っていう風で、まあ、基本メインはまあ僕なんですよ。だからまあこう固定で変にこうなんか、やるとかじゃないんですけど、こう一緒になってね、やっていただける方、はい、もう12月から、ぜひ、募集をして、12月からこう、まあ、一緒に、まあ、一緒にっていうか、まあ、出ていただける方、はい、そうなんですよ、募集していきます。で、まあ、その募集してその、まあ、出てくださる方が、まあ、まあ例えば手挙げてくださる方が、まあ、おられたら、何をしたらいいんだというふうになると思うんですけど、まあ、そこら辺もその僕だったら、私だったら、そのまあこういうことだったらこう話できますとか、できま、いろんなことできますとか、そういう自分のこうなんていうんですかね、まあまあ、ちょっと言い方悪いですけど、まあ、アピールポイントとかそういう部分をですね、僕の滝野要マネージャーのツイッターの DM の方に、送っていただきましたら、そこでやっとその、まあ、この方とだったら、あ、こういう企画やったら面白いかなとか、そういう風な流れに、持っていけると思いますので、滝野要マネージャー
のツイッターの DM にもしその参加、出てもいいよと、一緒になって、出てもいいよっていらっしゃる方がおられましたら、僕のマネージャーの、ツイッターの DM に、連絡を入れてください。で、そこがちょっとまあ一時選考みたいな形にさせていただきます。で、そのマネージャーからですね、あの返信がございましたら、それはもう一時審査通ったということなので、ちょっと詳しい話とか、詳しい話、まあ、そこで合格っていうか、まあ、そこでこう話をやっていくというふうになっていく流れで、やらさせていただきたいと思っております。皆さん大丈夫ですかね、今僕が、言わせていただいた募集、はい、そうですね、もう僕一人でやってても、まあ、頑張りますよ一人でも、もちろんまだ1ヶ月ですし、だからでも皆さんのファンの方、応援してくださる方と一緒になって、こう YouTube 滝の要チャンネルを、やっていければもっと楽しく、今まで以上に、皆さんと交流をしながら何かできるんじゃないかなというふうな考えに、今日は、言わせていただきました。はい、もう出てみたいけど恥ずかしすぎるとか言ってくださる方もいると思うんですけど、皆さんどしどし、マネージャーの方に DM の方を送っていただければ嬉しいです。はい、まあそこが今日募集内容だったんですよね。まあもちろん一人でもいろいろ、はい、もちろん一人でも、はい、りょうさんやります。僕も一人でもやります。で、ね、一人でもやるんですけど、マネージャーさんの連絡先はどこなんかな。いや、滝の要マネージャーっていうふうにツイッターで調べていただけたらアカウントが出てくると思いますので、はい。で、まあ、先ほど僕があのこういうような内容をやったら面白いんじゃないかっていう、今さっきファンの方に今ね、あのチャットで送っていただいた内容はもちろん、一人の時参考にさせていただきますし、これからどんどん野球のことも、やっていきたいと、もともとですね11月の撮影からですね野球のことをもともと考えておりました。で、もう予定も入っております。ですので皆様にお届けできるのは、まあ来週再来週ぐらいになったら、あの野球の、動画、ご届けできると思います。まだ、来週からですね、来週週明けてから、いろいろあるんですけども、まあ滝野自身は野球をやめてから全く動いておりませんので、まあ、どういう結果になるかっていうのは分かってるとは思うんですけど、できる限り頑張ってやっていきたいと思います。はい、ね、どれだけ、まあ、バッティングセンター2回ぐらい行ったんですよ。でバッティングセンターの120キロの球にやられましたからね、はい、野球の動画ぜひ皆さん、楽しみにしていただけたら、はい、必死のパッチになってやってまいりますので、はい、野球やるよりインタビューの方がいい、アナゴさん、はい、わかりました、インタビューもします、はい、無理せずにね。で、まあ、12月ですねからですね、その先ほども言わせていただいたように、さっき募集出演者の方募集、あ、出演者の方をちょっと募集 を一般の方ですね、もうさせていただきます。はい、質問コーナー、はい、質問コーナーですね、まあちょっとまた結構最近の方に上げると思いますので、はい、そうですね、誰かおられましたら皆さん滝の要マネージャーによろしくお願いします。はいですね、出演したい方、で僕一人出演してほしい人がいるんですよ、はい、この人っす、石岡さん YouTube 見てますか、石岡さん、はい、
ですけど、オリックスの選手もですね、僕なんと僕の YouTube をちょっと見ていただけてという話が聞きました。石岡さんに電話した時に、オリックスの選手滝野の YouTube 見てるの多いでって、言ってもらいました。石岡さん12月暇でしょう。石岡さん、はい、一緒に何かしましょう。よろしくお願いします。はい、ドラゴンズファンの方も石岡さんのことを待ってもらえると思います。はい、エヴァさん、はい、初号機さんですね。エヴァ初号機さん、皆さんほら石岡さん出てほしいってコメントめっちゃいただいてます。石岡さん見てますか。はい、めちゃめちゃ愛されてますよ石岡さん。そんな感じで、ですね、まあまあ、石岡さんの件はまあ置いときまして、まあ、普通に本当に募集をさせていただきます。はい、なんか今日一人でちょっとですね、バン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 喋ってちょっと話が伝わってない方もおられると思うんですけど、ちょっとこれもう一回ホワイトボード出しますんで、ちょっと皆さん見てください。はい、はい、ですね、皆様募集していただける方、募集っていうか応募していただける方になんですけども、はい、その白いホワイトボードを僕は持ち歩いております。はい、でツイッター、滝野かなめマネージャーというツイッターのアカウントがございます。あれ、ツイッター調べたけど出てこない。本当ですか。僕ツイッターで僕のアカウントがフォローしているところに滝野かなめマネージャー、いますので、はい、そこで、そこのアカウントのところにその申し込みフォームというのを、作らせていただいておりますので、まあ、仕事のなんかあの依頼とか、まあ、そういうので、まあ、作ったフォームなんですけども、そこに、応募の方をしていただきたいです。はい、ツイッターやってない人は、ちょっと待ってくださいね。あ、OK です。すいません、ちょっと今あのメンバーの方と一緒にいましたので、ちょっと僕のミスでしたね。はい、すいません。ツイッターやってる方は、DM でいいらしいです。はい、ダイレクトメッセージで大丈夫です。で、ツイッターをやられてない方は、申し込みフォームの方によろしくお願いします。あとで、僕のインスタ、ツイッター、添付、詳細の方を、添付させていただきますので、まあ、とりあえず僕の発信の情報を、見ていただければ、分かると思います。はい、こんな感じですね。なんでもうちょっと30分なんですけど、ちょっと、ちょっと後半の方に入られた方がいらっしゃると思いますんで、はい、もう一回ちょっとさらっと、させてもらうと、まあ、滝野かなめが、ファンの方と一緒になって YouTube をこう作っていきたいという思いが一番ございます。ですのでですね、まあ、その出演していただける方を募集をします。2回目の方は申し訳ございませんけども、もう一回聞いていただければ。はい、で、もう場所、住んでる場所は、問いません。年齢も性別も、問いません。ですのでですね、滝野かなめマネージャーの方に、YouTube の方に、
ちょっとあのツイッターとかインスタグラム以外にも YouTube の方に何か載せれることができたら、はい、載せますので、ちょっとあの確認の方よろしくお願いします。そうですね、概要欄に書けることができたら、概要欄も、ツイッターとインスタやってない方がおられると思うんで、そこに、書けたら概要欄の方に貼っておきます。はい、そんな感じで、そうですね、今日は皆さん、短いお時間でしたけども、僕にがやったことが、いいと思う内容も、いっぱいいただきましたし、ちょっとこれからの、もう参考なので参考以上にね、していきます。はい、皆さん本当に、まあ、僕一人でちょっと飽きましたよねっていう話したんですけど、皆さんそんなことないよと、一人でも十分だよと、言っていただいて、なんて皆さん優しいんだと、もう本当に、ね、400名の方今見ていただいてますけども、いや嬉しいです本当に。で、まあ、その一緒にこうやって、まあ、やっていただける、まあ、共演っていうイベント、その何でもいいですね、まあ、その私、まあ、僕だったら、まあ、これだったらこう一緒になってできるかなとか、そういうのがございましたら本当にご協力をしていただきたいというふうでございます。はい、でまたですね、今日はあのアースで大垣さんで、イベントの方させていただきましたけど、今日、予定があってお越しになれなかった方、またですね、遠方の方、結構メッセージいただいております。全部、ちょっと返信はできてないんですけども、目は通しております。そういう方たちにもあの本当にお会いを早くしたいです。はい、ですので、まあ、何らかの形でいろいろこうイベントとか、そうですね、関東の方とかでも関西でもこう滝野さん来てくださいってこう言ってくださる方が多いので本当に嬉しいんですけども、そういう方たちのためにもこう喜んでいただけるような、そうですね、形を何か作っていければと、思っております。はい、あ、京都から来ていただいた方、今日はありがとうございました。遅くまでですね、よかった、残っていただいて、いや今日も来ていただいた方本当にありがとうございます。はい、またですね、いろいろちょっとこれから告知とかイベントとか、とりあえず今まだ発表してなくて決まってるのも名古屋とかでもちょっとありますので、ぜひお越しいただければ、近日中にまた、イベントを一つ、公開というか公開、なんていうんですかね、こういうイベントするので皆さんお願いしますという内容を、あげます。 YouTube で、はい、告知ですね、告知します。ですので皆さんまたこう一緒にお会いして、今日とかですね、まあなかなかこうお話はする時間って本当に、ね、短い時間でしたですけども、いろいろこう触れ合わせていただいて、はい、いけたらいいと思います。はい、皆さん本当に30分ちょっとでしたけど、はい、イベントもまたね、告知しますので、はい、喉大丈夫ですか？やばいですね、ちょっと、はい、もうちょっとだけ、あ、そうだ、で、まあ、ドラゴンズファンの方には、ね、ちょっと申し訳ないんですけど、あのファン感謝祭の日に26日、バンテリンドームで、ファン感謝祭あると思うんですけども、その日僕は CBC の、秋祭りの、まあ、ラジオに出るんですよね。でそこで、まあ、YouTube、 CBC テレビの YouTube、もその生配信で、まあ、アーカイブも残ってますので、皆さん、ファン感謝祭、行かれる方、多いと思いますんで、はい、で、まあ、いけない方はぜひ見ていただきたいですし、生で、
でファン感謝祭に行かれる方、アーカイブ CBC の方で YouTube、残っておりますので、26日またそこで若さんだとね、いろいろこう話をしていきますんで、はい、お時間が空いた時にお家ででもご覧に、なっていただければと思っております。はいはい、ちょっともうちょっとですね、ライブしていいよと言われましたので、もうちょっとだけ話していきます。ちょっといつ終わるかわからないんですけど、ありがとうございます。ノアさん、ファン関係のアーカイブに、アーカイブで見ますって言ってくださる方、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。皆さん、カナメンバーさん、滝のカナメ感謝祭、いやまだまだ早いですね、それはするのには。はい、あ、何か召し上がってください。あ、ちょっと飲むしかないですね、今あんまり。皆さんありがとうございます。本当に土曜日にはせっかくの夜に僕のライブを見ていただいて、はい、あ、のともチャンネルさん、タオル買ってくれたんですか、ありがとうございます。いや、この声は先焼けじゃないんですよ、皆様、先焼けではありません。あ、ジブリパーク行きたいですね、僕も。はい、今日のイベントの動画はいつ上げるんだろう、再来週、再来週ぐらいですかね。はちみつですね、羽織ってるのこれあれですね、ライフジャケットです。みんなでジブリパークとか行ったら面白そうですね。それと皆さんでどっかこうなんかそういうなんかオフ会みたいな、例えば、まあ食事とかでもそうですけど、まあ、どっか行くとか、まあ、食事会オフ会とかもしあったら皆さん来てくれます？はい、来てくれますか皆さん、ですね、オフ会したいしたいって僕も言ってるんですけど、なかなかちょっとまだ計画が立てれてないんですけど、12月にはですね、こう一つ絶対、形にしようと思っております。はい、皆さんでご飯食べたりお酒飲んだり、こう楽しいね、時間を、過ごしていただけるような、企画日程、まあ、なんか日をですね、今、ちょっと本当にガチで考えてます。はい、でちょっとまあ申し訳ないんですけど、初めそういうオフ会ってなったら1回目はもう本当に愛知県名古屋付近に、なっちゃうと思います。はい、でも、そういう企画オフ会のいついつやりますっていう風な、内容は本当に早めに、出しますんで、皆さん本当にご都合が合えば、もう全然一人でも大丈夫です、もう全然。はい、なんでいやもう何人ね、来ていただけるかとかも全然その予想ができてないんで、今はちょっとまだ何人とかまだ決めれてはないんですけど、今もう11月ね半ばなんで、12月中には、やりたいですね。うん、でもこうやって皆さん行きますって言ってくださる方多くて、はい、もう一人でもやっぱ皆さん一人で、来られる方とかもちょっと不安だとは思うんですけど、まあ、皆さんドラゴンズ野球が好きだと思いますんで、皆さん仲良くなっていただいて、はい、だったらまたこういう交友関係とかも、ね、広がると思いますし、はい、いいんじゃないかなと思います。はい、もう
で、まあそのやっぱりあれはやっぱり一般人もトニーの要軍団のメンバーは、まあ、4人ぐらいです、はい。まああのズームで今ねあのオンラインで飲み会やりましょうとかも、まあ、来てもらってるんですけども、ズームでもいいですけども実際ねあの生でねこうお会いできるのは、まず第一いいかなと思ってまして、でも本当にそれでもやっぱり遠い方とか来られないって人もいると思うんで、そういう時はそういうズームとか、はい、考えていきたいと思います。イオン金買ったやんけ、もしかして僕のせいですか、すいません。はい、やっぱりねあのやっぱ来ていただいてこうイベントとかやるんですけども、あのこうめっちゃ多くの方に来ていただいて本当に嬉しいですけど、やっぱり一人一人とこうお話しできるっていう時間がやっぱ限られてるんですね。やっぱりそのサイン書かせてもらったりとか、はい、あの写真とか撮らせてもらったりとかあのはできるんですけども、本当にご挨拶程度ぐらいしか、はい、できてないので今、はい、みんなでこう楽しむとそういう会をですねこれから、やっていきたいと思いますし、まあね YouTube では言ってないような話とかもね、もしねできたら面白いんじゃないかと、はい、思います。はい、はい、もうだから、まあ、参加できてない方、やっぱりねご都合つかない方もやっぱ多くいらっしゃると思いますので、まあ、そういういろんな方に向けてこう何が最善策なのかと、はい、この応援してくださる方には本当に、もう感謝しかございませんので、いろいろ考えてしっかりやっていきます。はい、イベント楽しかったって言ってますくださる方ありがとうございます。もう、はい、なんで皆さんぜひこの11月終わって12月楽しい1ヶ月にできればと、11月から11月12月、はい、ちょっとね10月から YouTube 始めてちょっとこの1ヶ月をですね、もうバタバタ、もう慣れてない、状態でもうね突っ走ってましたんで、ちょっとこう落ち着いてきて自分がしたいこと、また、そうですね、皆さんと喜んでもらえること考えていきたいと思います。ぜひ皆様ご参加お待ちしております。はい、早めに日程、そうですね1ヶ月ぐらい前までには言わないとですね、仕事のシフトとかもあると思いますので、しかも皆さん12月といえばクリスマス、クリスマスもクリスマスの時期はですね下げて、なんとか1ヶ月1週間前1週間ぐらい前までには下げてですね、はい、行きたいと思います。 YouTube のコミュニティに入りました。はい、はい、ちょっと最後になるんですけども、先ほどですね滝野が募集しました、内容ですね、男女問わず性別問わず地域も問わず、滝野と一緒に YouTube、出ていただける方、募集するぞというふうに、言ったんですけども、で、まあ、Twitter と Instagram は、まあ、僕のところで、まあ、その後で書くよというふうに言ったんですけど、YouTube のですね、コミュニティ、コミュニティってところに、概要欄で書く、申し込みフォームの、URL、貼りましたんで今、はい、コミュニティですね、滝野かなめチャンネルの、コミュニティってところに、貼りました今。そこからはい、Twitter やられてない方は、募集してますんで、そこから、飛んでいただいて、はい、よろしくお願いします。はい、大丈夫ですかね。はい、すいません皆様、ちょっと今入ってこられた方もいると思うんですけども、ちょっとこれアーカイブに残しますんで、ちょっとまた、
見ていただければ、はい、2回ぐらい告知ちょっとさせてもらったんで、申し訳ないですけど、今日はちょっとですね、イベント終わって、滝の花見メンバーの方と、食事を今しに来てますので、ちょっとお腹がちょっとまだ膨らんでませんので、もうちょっとご飯食べていきたいと思います。すいません、ちょっと45分という短いお時間、なりましたけども、本当に400名近くの方、見ていただいて本当にありがとうございました。本当にたくさんね、ご応募の方お待ちしておりますので、どしどしと、はい、送ってください。アーカイブは残しておきます。はい、また YouTube の方もね、いろいろ上げて頑張っていきますんで、またこれからも応援の方よろしくお願いします。はい、皆様のおかげで僕は頑張れてます。いつも本当にありがとうございます。また、会いましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。